ガンズハートは電撃文庫より出版された日本のライトノベル。著者は高見和之。イラストは青色こと。本作は架空の惑星を舞台にしたファンタジー戦記。ただし、剣と魔法の世界ではなく、銃と獣の世界であり舞台は金星をモデルにしている。作者がネット上でゴブリンの大軍と戦ったらどうなるかという内容に、 触発されて書かれた。全三部、経営五巻で構成されている。最初は、猛獣の大量発生によるスタンピードと呼ばれる、災害に対処する話だが、三巻以降は、人間同士の戦争の話が中心になる。高見作品共通の、痩せ我慢と、A 格かっこしの精神で、普通の人間が知恵と意地で難題を解決する姿が、書かれている。 たった一つしか大陸が存在しない星。かつて惑星ドラングと呼ばれたその星に住む人々は、千年前に、新天地を求めて、外宇宙から移民してきた、人たちの子孫だった。しかし、資源の乏しい星であったため文明を維持できず、文化レベルを後退させていた。世界は、大陸中央の大河を挟み西域国と、東域国、そして失われた、 科学文明の知識を管理する地の教団の三つに分割されていた。そのうちの一つ、最域国で、下級士族の少年不良グループのリーダーをしている、ケリンと、その参謀役、ディディは、ひょんなことから、地方国防軍633重死隊の100人隊長と、その副官に任命される。そして、彼らは、最域国に訪れる最悪に立ち向かうことになっていく。 1> 第1巻荘園の誇り ISBN4 億8 4 0 2万 2580X 第2巻荘園の女神 ISBN48 億4022万6385第3巻荘園の栄光 ISBN48 億4022万7322第4巻荘園のカナタ ISBN48 億4022万8868 第五感荘園の新婚会 SBN 48億4023万463ありがとうございます。